皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルへようこそ、ヒロピーです。本日は2月2日水曜日、ガエタメ .com のマネークチャンネル、更新日でしたので、そちらの、ニュース動画をお知らせしたいと思います。今週はですね、BOE、ECB、あとは、今晩は、欧州の HICP、まあ、いわゆる CPI ですね、発表があります。そして金曜日、雇用統計と、かなり重要な経済指標が連続で発表されます。そのあたりを加味した上で、投資戦略どう練っていくのが方がいいのかなというところで解説を入れたいと思います。はい、お題はですね、欧州の PPI という卸売物価指数ですね、企業間の。はい、がですね、明日の7時頃発表されるんですが、市場予想 26.1% という数字が出てます。これどれぐらいやばいかというと、トルコとかアルゼンチンクラスに、高い数字です。非常にインフレの、恐ろしいインフレの波が、来ている状況でして、それを、そのまあ発表、まあ、今晩の CPI、明日の PPI を踏まえた上で、ECB の姿勢はどのように変化してくるのか、を注目しています。個人的にですね。もしかしたら ECB のメンバーの中で結構意見が分かれて、まあ、いわゆるタカ派寄りの人口層がかなり増えてくるのではないかなと考えてます。そういったところで、まあ、大体市場相場というのは思惑で最初一番動くので、実際にユーロを例えばユーロが利上げするタイミングないしは利上げするよっていう発信がラガルド総裁からある前の方が意外と、その通貨変わりやすいので、そのちょっと値動きを先取りしてトレードしていくのは大いにありではないかな。それでですね、こちらの欧州、PPI、明日7時から発表されるわけですが、市場予想が 26.1、まあ、そもそも前回先月は 23.7 という、数字も出ていたので、まあ、かなり高ぶれしてるなという印象です。まあ、去年と比べて企業間のまあ仕入れ価格とかが、まあ、25% ぐらいアップしているってなかなかなことですね。はい。まあ、よってですね、仕入れが 25% 上がるってことは、企業が売るものの値段も当然上げないと、まあ、お話にならないですよね。まあ、大体、あらり25、6上がって、その仕入れ価格が 25% 上がると、あらりだいたい 20-30% 乗ってるので、まあもはやないですよね。よって、売れば売るほど赤字みたいな、現象が、それぞれ欧州エリアで各国で出てくる状況に、企業は直面してるわけなんですね。まあほとんど原材料周りだと思いますけれども、まあそういったところで経済のバランスが確実にと言っていいぐらい崩れそう。うん。まあ、よってですね、これをどうするかというと、ユーロ高に持っていって、仕入れの物価をこう抑え込むという行動に出ざるを得ない、状況には今完全になってるだろうと思ってます。まあ、ここまで来ると国内でも、EU 各国ですね。EU 各国の国内でも、まあかなり暴動まではいかないですけど、かなりストレス、不満が溜まってるのかなと、不満が溜まって抗議活動になりかねないかなと思ってます。もうユーロ離脱するとかね、昔のギリシャみたいイタリアとか、まあそんな感じになりかねないのかなと思うぐらいですが、ここまで急激なインフレに各国直面するとですね、みんな意見がバラバラになりますよね。ってなると、足並み揃えるだけで、実に時間がかかる。ごたごたしている間に欧州各国内のインフレ率はどんどん上昇して結局手がつけられない、とんでもないことになりかねない、うん、これ非常に危険ですね。もしかしたら年内そういったごたごたがあるかもしれません。はい、まあそういったところでそれを起こさないためにも ECB が、まあ、ユーロ高政策をまず取って対策を乗り出さないといけなくなる、もう本当に来月からにでもやるべきかなとは思ってますけれども、まだテーパリングもしてませんからほとんど。
量的緩和継続しているので、まあ、この姿勢がどういうふうに変わってくるかが注目かなと思います。そしてその下、9時、BOE ありますね。BOE は利上げ予想です。イギリスのですね、こちら、もう一行下にですね、英中銀のまあ資産、買取プログラムっていう、まあ、これがいわゆる、量的緩和している量ですね、QE ですね。ここの量を減額する8950億ポンドと書いてありますが、これを減額してくると、いわゆるテーパリングという、よく聞く言葉ですね、行動になるのですが、もしかしたらここも何か触れられるかもしれませんね。はい。イギリスって意外と利上げ先にしてテーパリングせずに量的緩和を継続したりとっていうバランスの手法を結構どころか、まあ、ここ10年ぐらい取ってるので、まあ、先に利上げして、資産買取プログラムは柔軟に対応するみたいな感じでコントロールしてくる、また少し変わった手法を取られている中銀ですね。はい。で、その他この MPC 議事録、まあ、いわゆる、今9人だったかな、イギリスの中央銀行。その9人が、利上げ表に何人いたとか、現状維持何人いたとか、幾人のメンバーが資産買取枠を、減額を要望したとか、コメントしたみたいなことが書かれていると、また、タカハによる。まあ、いわゆる、ポンド買いですよね。はい。多分この MPC が一番重要になりそうかなと、値動きとしてはなるとは思います。はい。まあ、そういったところと、ベイリー総裁の発言も注意しながら、もしかしたら、ポンドトレードも面白い展開があるかもしれません。で、その後すぐ ECB ですね。はい。といった感じで、まあ、明らかに、テーマはインフレです。はい。インフレがテーマになって、この2つの中央銀行は、まあ、木曜日、金曜日といろいろと動き始めるかもしれませんね。はい。そして、もしかしたら、ユーロが高派な内容になってくると、ユーロドルはちょっと売られすぎ水準だったので、大きく買い戻されるかもしれません。前回ちょっとね、過去トレンドラインをブレイクして、それが騙しになって、さらにサポートラインまで言われたので、まあ、いわゆる FOMC があったからですけどね。はい。ただ、もう今半分ぐらい戻してきてるので、もしかしたらこれが盛大な騙しとなってドル売りになり、ユーロ買いとなると、まあ、全体的にドルストレートベースではドル売りになりかねない、その影響はあるだろうというふうに個人的には考えてます。まあ、そういった意味でユーロドルのロング戦略も十二分あるかなというふうには見てます。はい。結構市場が驚いてね、また 1.15 方向まで戻すかもしれません。まあ、まあ、1.12 の、7080、まあ、1.13 の手前ですけれども、こちらもちょっと、注意ですね。セカンドトライでトレンドライン再び抜けてくると、大きく上方向に動き始めるので、ここはポイントかなと思います、今週。ユーロドルの売買比率見てみましょう。やっぱちょっと売りが多いですね。しかもここ数日から急に売りの比率が増えたので、まあ明らかにこのね、上昇してきたところみんな戻り売りしてますよね。この冷やし2、3、4日、明らかに戻り売りで捕まり始めてる。うん。なので、この売りがもっと膨らんできて、70% ぐらいまで行って、追い込まれてパンと弾けると、まあ、結構ここの直近高値とか抜けてきたりとか、 1.15 なんか抜けちゃったら結構オーバーシュートすると思います。まあ、ちょっとさすがにないかもしれませんが、サプライズがあれば十分可能性はあるので、注意かなというふうに見てます。うん、はい。でもう一つですね、まあまあでもやっぱり現状その FOMC、 まあ FRB は今年年4回は確実に利上げするでしょう。で、市場予想はもう5回、6回っていうのが出てきてて、やはり中期的なスパンで見ると、どこかでやっぱり戻り売りが入ってくる。大きな大きな玉ですね。ドル買いが。まあ、金利を求めたドル買いですね。そういった、中期、長期の、ヘッジファンドの玉は非常に大きいので、まあすぐ上値は重くなるとは思います。まあそういったところでユーロを買うにしても、わざわざドルをかけて、ドル売ってユーロを買うっていうリスクもあるので、そういった意味でもう一つ、ユーロオージーを、チョイスしてみました。まあ、ユーロクロス迷ったんですけれども、まあとりあえずユーロオージー。なぜかというと昨日、RBA、
ね、オーストラリア中銀があったんですけれども、まあ、やっぱりハト派でしたね。はい。で、まあ、年内利上げもほとんど、まあ、様子見ぐらいな、感じの、まあ、濁した発言で、まあ、発言している限り、今年はまあ大体、インフレ率が 3.75% ぐらいまで一時的に数四半期っていうふうにコメントしてたので、数四半期というと3ヶ月ではなくて6ヶ月から9ヶ月ぐらいをイメージして、まあ、CPI は 3.75% 前後まで上振れて、まあ、その後軟化していく見通しだというふうに、明言されてました。で、2023年ですね、来年にはまあ大体2.75% ぐらいで推移するだろうというふうにも発信がありまして、まあ、ここで大体 2,3% 以内に落ち着いたら利上げできるだろうという含みを持たせて発信をされておりました。ですので今のところ RBA は急いだ様子はなかったです。つまり年内利上げはまあ温度感的にはまあないでしょう。ないでしょう。来年は1回ぐらいやってもいいねぐらいだったので、オーストラリアって結構コロナ感染も拡大がつい半年前からだったので、感染抑え込んでたので、インフレ率もそんなに上がってなかったんですね。うまくやってたのでね。そういった意味では CPI が他国と比べて 3% 台なので、まあ圧倒的ですね。圧倒的に低い。まあ日本を除いてですが。他国を除いて、先進国の中では圧倒的に低いのがオーストラリア。まあ、なので、まあ、資源価格が上がってるので5ドル買いもあるかもしれませんが、利上げ、通貨、利上げという元で通貨高っていうトレードは、まあないかなと。どんどん金利差開いていく。アメリカとは。まあおそらくイギリスとの。ってなった時に、まあ、やっぱりその、オーストラリアも 0.1% ですから、政策金利。まあ日本と一緒だよ。まあ、やっぱり金利を求めたトレーディングはないなと。あと、オーストラリア債券も売られてます。売られるべき。売られる。まあ、よってですね、金利を求めて、ごめんなさい。オーストラリア債券は売られるじゃない、買われるですね。はい。なので、金利差は各国と拡大していく。日本を除いて。となると、オーストラリアを売りながら、こういった利上げがまた、出てきそう。ないしはもう利上げが実質的に始まる通貨と組み合わせて5ドル売りの、まあ、ドル買いだったりポンド買いだったり、ないしはこの思惑が当たるならユーロ買いは十二分チャンスとしてあるだろうというふうに考えて、まあ、ピックアップさせていただいております。はい。オーストラリアもね、まあ、あとリスクオフに弱いのでね、ロシアとかウクライナ、まあ、また米株が崩れるとやっぱりあっという間に落ちていく通貨なので、そういったところではやはりベアトレードを狙った5ドル売りもまたすぐ入ってくるだろうというふうに考えて、ピックアップしています。はい。まあ、ちょっとあまり取引してる人の人口層が少ないのでね、この比率は微妙なのですが、まあ、トントンぐらいですかね。やや売り優勢という感じでしょうか。はい。まだちょっとオーダー情報薄いですね。はい。まあ、なのでちょっとあんまり参考にならないかもしれません。ただまあ売買比率をざっと見たところ、まあ、直近でも売りが優勢ですね、しばらく。ぐっと減ってますけれども、再び膨れ始めてるので、まあ、チャート見ながら、まあ、皆さん、こう、上がってきたところ難品していって、下がったところを買い戻して逃げているというような状況でしょうか。まあ、そういったところでは、捕まっていたポジションの買い戻しが入るので、もう間もなく僕的にはもう止まって、また上方向、三角持ち合いの上方向ブレイクしてくるのではないかなというふうに、勝手に妄想しております。はい。まあ、ファンダメンタルズ的に、考えると、僕個人的にはロングしたいという形状です。はい。はい、もう2月ですね。1年1ヶ月過ぎてしまいました。今週は金曜日、雇用統計ライブでございます。ヒロピー山中ゆかティンでお知らせいたします。来週はですね、忙しいですね。3日もオンエアございます。8日火曜日、まず仮想通貨ライブですね。そして9日は僕は出ませんが、FX トレードバトルございます。ゲスト。と対決という内容になってます。そして11日は祝日なので、来週に限り、CPI ライブと名付けてアメリカの CPI 発表なんですね。はい。なのでそちらで1日前倒し木曜日でライブ配信を行っていきたいと思います。2月前半はこんな感じですね。まあ、先ほどだっけな、今日かな、クリーブランド連銀の物価指数がですね、7.49% と出てたので、
結構それ先行指標になりやすくて、あんまり、ずれません。よってですね、アメリカも 7.5% ぐらい、来週の木曜日、CPI 予想ですね、出てくるかなと思ってます。プラスさらにアルファで上振れする可能性もあるので、そうしたところで、まあ、いわゆる 7% 台後半、7.5 から7.8 ぐらいの間で出てくるのではないかなというふうに個人的には見ております。はい、まあそれぐらいですね、またさらに上がると。うん。多分来月も上がっちゃうのかな。原油価格がすごく上がってますからね、88ドルと。よってですね、原油価格がまた90ドル、100ドルと乗せてくると、またこんなもんじゃないですね。8%、9%、10% と上がってきますので、いよいよ利上げ、10回やっても追いつかないぐらいだ、一気に政策金利 5% ぐらい引き上げないと話にならないぐらい、抑え込めないぐらい危険な状況になってくると思います。はい、そうした時にまた株式市場も金融市場も難しいトレーディングをせざるを得なくなりそうですが、まあ、まずは目先の指標を見ながらトレーディングしていかなければいけなさそうです。はい、あ、ちなみに木曜日特別ゲスト、松田さん、元 FX コインにいらっしゃって、今楽天ウォレットに、アナリストとして在籍を、ご転職されました松田さんがゲストでお呼びしておりますので、そちらお楽しみにお待ちください。はい、はい、以上本日のヒロピーで10分でわかる FX ニュースをお送りしました。参考まで。この動画が良いと思ったらグッドボタンを。毎週金曜日に相場展望ライブも配信しています。見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。